Let's go drive!11月に入りました。皆さんこんばんは。ナベチカーズ3、ちょっと上です。はい。改めましてこんばんは。どうも。熊本のローカルタレントやっております。私、渡辺大輔でございます。今日は、57人ですね。58人。うん。ミキティさんのシャープ iPhone 5S っていうのが効いてるのかもしれませんね。ありがとうございます。今夜も、なんでこっち見たんでしょうか、よくわかりませんけれども。こんばんは。フレディトムさんもこんばんは。そして、UYNET22 さんもこんばんは。ようこそ。初生視聴ということですね。見てる？まあ、見てるからこんばんはって言ってるんでしょうけど、ありがとうございます。さあ、なんだ、だんだん凝ってきてるな。そうです。かなり凝ってます。まあ、この番組始めて間もなく2年半になるんですけど、やりたいなと思ったことは、大体、2、3週置いてすぐやるようにしてます。そうなんですね。ジョーバンユーストさん、こんばんは。ようこそ。レッツゴードライブということですね。ありがとうございます。ふーも皆さんね、結構おっしゃっていただいてありがとうございます。F から始まる方も、H から始まる方もいろいろいらっしゃいます。おー、もうすでに、合計視聴数100を突破しました。ありがとうございます。嬉しい限りですね。本当にね。おいらも肩と腰が凝ってます。ああ。日本の肩と腰が凝っています。武田です。ってやつですね。だんだん進化していますね、この番組。ありがとう。細かいところのクオリティは、異様に凝っている。そうです。異様に凝ってるんです。細かいところ、異様に凝ってるのがこの番組の悪いところです。キャッチとか音とか、まあそうですね。キャッチとか音もかですね。笑うわ。そう、笑っていただいていいんですよ。ありがとうございますね。どん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 ね、笑っていただければというふうに思いますね。取り込んでたら、出遅れてもうた、こんばんはとおっしゃるのは、村正さん、こんばんは、ようこそ。何を取り込んでたんでしょうかね。洗濯物？それとも、なんだろうな。まあいいや。いろいろ詮索するのはやめにしまして、60人ぐらいの方がご覧いただいております。どうぞ今日も最後までお付き合いいただければと思いますけれども、今日の動画は1時間22分32秒ということで、非常に、いつもに比べるとちょっと短いかな、という感じがいたしますので、オープニングもゆっくりとできるというわけでございます。はい。61人ですね。はい。11月に入りまして。まあ、今年もね、まあ、もう、終わりがけという形になってきているわけなんですけども、今年はまあ、しかし3連休多かったですよね。ついこの間の文化の日、そして振り替え休日月曜日ということで、まあ、結果的にハッピーマンデーなんてことにもなったわけなんですけれども、その分、チーテレの方を抜いているわけだな。まあそうですね。向こうはもう僕が作ってるっていうわけじゃないですからね。女子大生の好みに合わせて。まあ、と言っても女子大生は小さんだけですけどね。いうところでございます。はい。1時間22分33秒、あ、32秒です、スイフトの車窓からという。今日は配信そういうことです。ちなみに最速の巻きは1分強。そうですね。ありましたね。1時間40数分なんていうのもありましたんでね。その時はもう本当に巻きで巻きで。すごいことになっておりますけどもね。今日も T ポイントは 27,212 ポイントということで、先週に比べまして164ポイント増やすことができました。しました。今日は、5の日で、5がつく日で、ね、11月5日ですから、今日、ガソリンスタンド、とあるガソリンスタンドに行けばですね、T ポイント5倍の日だったんですけども、ちょっと今日はそれ行くのを忘れておりました。まあでも、うん、だいぶメーターの方もですね、かなりいいところまで溜まっておりましたんで、まあ今日は行く必要はないかなという感じがしましたんで、また今度は木曜日、ポイント2倍っていうところに行こうかななんて思っております。もうじき2013終わるね、そうですね。あっという間ですよね、2013年もね。
この間入ったような気がしたんですけどもね、この間30になったばっかりだったような気がしたんですけども、もう31への階段がどん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 と近づいてきている、そういった感じであります。平日にしか休みがない俺には連休なんてか、そう、私もそうです。根っからのサービス業気質なもんで、人が休むときに休んでも仕方ねえなって僕は思うたちでありまして、人が休んでるときには仕事をし、人が、ひいこらひいこら仕事をしてるときには休む。これが僕の喜びでもあります。me too ということでですね。やっぱりサービス業万歳夕食万歳なんていう番組もありますけどもね、本当にサービス業万歳、そんな感じであります。仕事は人それぞれ、そうですね、人それぞれあります。 T ポイントまで、そうです、 T ポイント入れておりますよ。順調に溜まっておりますね、今週もね。27,212 ポイントということでございました。オイラは気がつけば40超えてた。そういうもんなんですよね、きっとね。僕もその階段をどん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 上がっていくのかななんて思うとちょっと怖い気もします。では70人超えたところで、2-3 ニュース参りたいと思いますね。こちらでございます。 T ポイント私はなかなか溜まりません。これ溜め方っていうのは、平たく言えば浮気しないっていうのが一番です。では参りましょう。カツ3ニュースです。今日はもうまさにこれなんですよね、ついに今夜から iPhone5S の映像をお届けということでございます。来年には東京来れるかなということですけどもね、早ければちょっと今年中に行ければいいななんて思ってるところではあります。おすすめに乗っているみたい、わーい、通りで増え方がいいわけです。ある年齢過ぎると1年がえらく早くなりますね。ちなみに私は29からベンザブロックの CM みたいな、語り口ありがとうございます。というわけで今日からいよいよ iPhone5S での、撮影の映像をご覧いただくということです。こちらが iPhone5S でございますね、はい、でこれまで使ってきた iPhone5 まだ手元にあります。こちらですね。これまで、去年の秋からですかね、冬か、秋だ、去年の秋から、トップページから久しぶりにこんばんはとおっしゃるのはウィロウェルさん、こんばんは、ようこそ。どのくらい映像いいのか興味津々ということですよね。予告映像でもご覧いただきましたけれどもね、これまでの映像とどう違うのかってそんなに僕は分かんないんですけどもね。ただこの、5から 5S にかけて結構ビデオの画質良くなったんだよなんてことを言われます。プラス、撮影しているときに、ビデオで撮影しているときにカメラのシャッターを切ることができる、つまり動画を撮りながらも、静止画も撮れるというわけなんですね。これがだいぶいいなっていう感じでもあります。ニュースまでそうですやってますよ、この番組はね、綺麗な映像が見られるわけだというわけでありますけども、そうなんです。でなんか動画撮りながら写真も撮れるなんていうとなんかあれですね、ジャパネット高田みたいですけどね。もうこれはもう本当にもういい、とってもいいけど、動画撮りながらしかも静止画も撮れる、やってみましょうですね。指紋認証で入ってみました。カメラを押します。カメラポン、カメラを押しますとご覧の通りわーって映ってるわけですね。でここで機能を選べます。今これは写真になってますね。ビデオにします。こっちか、はい、今ビデオになりました。広くなりましたね。これちょっと撮ってみましょう。 iPhone5S のとっても綺麗な映像をお楽しみいただけてるかな。そして写真も撮ってみましょう。写真を撮るにはこの上の方にボタンがありますので、これを押せば写真が撮れます。いきますよ。撮れたかな、これか、もう一回写真撮ります。はい、撮れましたね、バッチリ撮れました。ジャパネットナベッチという、もうこれ本当にもうおすすめの機能、これがなんと実質ゼロでーん。そうですね、ちっちゃいやつだったらねそれはいけますよね、やべくねということでね、ありがとうございます。こんばんは。 iPhone は何代目ですか。これが3代目ということなんです。私はね3代目ということで、というわけで、53秒撮っております。止めます。今のビデオを見てみましょうか。どれだけ綺麗な映像になっているか。ビデオ1いきますよ。ポン、
というようなことでですね、まあ、結構綺麗な映像だっていうのはカメラを通してでもロジクールのカメラを通してでもお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。あら、くっきりぼかしなし。そうですね、この映画を見たらお金持ちになったらいいようにな、うふふ。ねえ、私お金持ちになれるかしらなんていうところなんですけども、でさっき撮った写真がこちらですね。ビデオを撮りながらもこうやって写真が撮れるというわけですね。なかなかいい感じ撮れておりますね。はい、こんな感じでこのくっきりはっきり、自慢配信というわけでありますけども、まあ、私もあの発売日に、ネットで予約したところ、まあ、約3週間ぐらいで、商品は届いたと、お店に届いたということでございました。確かに結構綺麗ということで、よかったよかった、ご満足いただけましたでしょうか。なべちさんこんばんは。10分ほど前に仕事場から帰ってきました。今宵からのより綺麗な動画が楽しみですとおっしゃるのは関西 T スペースさん。指紋は、はい、指紋認証やっておりますよ。ちょっとやってみましょうか。切れてますね。つけました、指紋認証ポン、入れましたね。私の指紋を認識させておりますので、ちゃんと入れるということになります。後ろに山作戦さんの CD がある。あ、よくお気づきになりましたね。そうです、山作戦さん&天草スローさんの、ね、CD が置いてある。しかもフライヤーも置いてあるというわけであります。 5S 見せびらかしと聞いてきました。仕事中ですがこんばんは。仕事中にありがとうございます。こんばんは。おお、かっこいいですね。これは簡単にミキティにビデオメッセージを送れますねということでね、不倫の入り口、いやいや、それはちょっといやでございますね。小総理、今日は何、今日はやら軟骨の一ピャールけん、カーラジオのごとく、バックで視聴、あ、そうですね、 BGM ならぬ、BGV といったところでしょうかね。ぜひまあ、ごゆるりと、気が向いた時にでもね見ていただければというふうに思います。見すぎるとね、運転中だと危ないですからね、ご注意いただきたいと。矢口ん、どういうこと、ああ、そういうことかそういうことか。まあ多くは言わないことにしたいと思います。電池の持ちは良くなったらしい。ああ、そういえばそうですね、 5S にしてあんまり電池の持ちを気にしたことはなかったですね。確かにそれはいいっていう証拠なのかもしれません。はい、というわけで今日のニュースでありましたけれども、ついに今夜から iPhone 5S の映像をお届けというニュースでございました。いよいよ早速この後、本編の映像をご覧いただきますと、 5S の素晴らしい素敵な綺麗な、まあ、目に見えて変わったかどうかは分かりませんけれども、そんな映像をご覧いただけるようになるというわけでございます。ファンヒーターの灯油が切れそうで気が気じゃありません。どこでこうじゃあ今のうちにどうぞ、3分引っ張ります。レディー、ちょっと待って、3分測りますからね。3分待ちますからね。いきますよ、タイマー、3分、いきますよ、3分測りますよ、タイマー開始。さあ始まった、3分始まった。さあこの3分の間に、いけるかどうか。じゃあ私はラーメンにお湯を注ぐ、どうぞどうぞどうぞ。さああと2分47秒です。うまいことやってくださいね。2分43秒です。ちょっと赤っぽくなっちゃいますけどね、大丈夫かなさあいいですか、ウルトラマン3分。そうですね、ピコーンピコーンって言いますよ、後ほどね。みどりさんこんばんは、ようこそ。さああと2分27秒です。なんで3分を計測してるか、時間があるからです。はい、大丈夫ですよ。みどりさんこんばんは、ようこそ。そして今日から矢口違いますよ、爆発したら面白い。やめてやめて、普通にさせてお願い。もう80人ご覧いただいておりますね。さあね、気が気じゃない、そんなね替え時です。あと2分です。うどん系だと5分のカップ麺が、そうですね、2分切りました、2分切りました。あと1分54秒であります。さああと1分53秒、果たしてどうなるか。さあそんなこんな言っているうちにですね、ちょっとこれで時間を潰すのももったいないので、では iPhone 5S の映像がどれだけ綺麗か、じゃあちょっとこの予告編で本当に変わったのかっていうのをちょっと見てみましょう。
iPhone5S の映像で送る今日の予告です。どうぞ。なんてことを言ってるうちに残り時間はあと28秒になりました。さあ3分間でなんとかこのねさっき言っていた何だったっけファンヒーターの灯油、村正さん大丈夫ですか？気が気じゃないということで行動に出たか。さあどうだ。10秒、あと10秒です。11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。これピピピピとか言わないんですね。言わないみたいですね。はい。というわけで静かに切れていきました。ありがとうございました。23時17分になりました。そろそろ参りましょうか。どうでもいい話、地球34番地、高知県、へぇー、そういうのがあるんですね。おぉ、カップヌードルが素晴らしいアルデンテに出来上がった。結構、素晴らしいですね。というわけで、そろそろ参りましょうか。今日のテーマなんですが、ちょっとお待ちくださいね。いらないものがあったんで、よいしょ。しっかりだけですね。はい、お待たせしました。今日のテーマ、こちらです。何気に3県またいで水俣へ、国道268号、これが今日のテーマでございます。が、必要さは太文字クラブのユーザーじゃないとわからない。へぇ、それ何ですか？よくわかりませんけれども。音は設定次第では、飲み物を準備完了ということでございまして、飛ばないのかつまんない。まあ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 、まあまあまあ、そういうこと言わずに。眉毛濃くなったね。前からです。はい。恋のが悩みです。はい。というわけでね、恋は薄い男でございます。はい。ということでございますね。参りましょうか。今日のマップです。どうぞ。今回は九州自動車道、言えてたかな？九州自動車道の、海老野インターチェンジ。ここをスタートいたしまして、すぐ右にあります、道の駅海老野に行きます。これ今年入って、できたばっかりのところなんですけども、そこによって、そこから、本格的に268号線を進んでいって、そして、鹿児島県に入って、鹿児島県の伊佐市っていうところを通過していき、さらには、熊本県に入って、JR の新水俣駅方面に向かっていくという、そういうことでございます。はい。というわけで、地図お送りしました。なべちゃんダバー MC からお届けした127地図というのをご覧いただければと思います。そして初めてご覧の方、気に入っていただけたらですね、この上の方にあります、フォローなんていうところをこう、ポチッと押していただく。あるいは下の方に行っていただいてですね、Facebook ページもありますんで、そちらの方にもいいね、いいね、なんてことをやっていただくと非常に嬉しゅうございますので、よろしくお願いしたいと思います。組んできた無事完了点火よかったです。太文字、Ustream の、そういうことですね。なるほど。なるほどね。はい。隠語もいっぱいありますからね。よくよくわからないことがありますけれども。こんばんか、ラジオレギュラー、ダッシュ失敗したさようでございます。今日は、いざそういうことでございます。いざに向かいたいと思いますね。サイバーさんにもね、スマイルアベニューの始まるちょっと前においでいただきましてですね。本当に個人的にも助かりました。ありがとうございました。では、参りましょうか。伊佐錦もってお酒が有名、そうですね。伊佐錦っていうお酒が有名なところでもございます。お酒どころでもありますけどもね。早速参りましょう。ナベッチ、カー、ツー、スリー。今回は、宮崎県の海老野市にあります。九州自動車道の海老野インターチェンジ、そこを降りるところからのスタートでございます。ごゆっくりと、お付き合いください。10月28日、今日は月曜日です。早速1550円受領しましたというところからスタートです。 ETC です。
そうですね、昔は大口って言ってましたね。すぐ右に曲がります。まあ、鹿児島県は特に市町村合併多かったですからね、今回 あの平成の大合併ではですね。東側なんですが、いくつもの町が合流したというわけです。一旦宮崎方面に走りますが、すぐ右に曲がって道の駅海老野、ここに入ります。道の駅海老野という、ね、看板も出ておりますが、この日はね、とにかく天気が良かったんで、 iPhone 5S の映像の綺麗さ以上にこの辺の景色の良さっていうのをお感じいただけるかと思います。そうです、小林方面で反対方向です。そうです、綺麗なね、この早速最初のカーブといいますかね、ここで早速道の駅スタンプを押してきました。久しぶりに道の駅スタンプを集めたところです。ではこれからそのスタンプと私の顔については Facebook のカー23のページこちらに載っております。格闘のあたり、そうです、そうです、方向指示つけてなかった。いや、つけてましたよ、ちゃんとつけてましたよ。そうか、海老野高原ですからね。もう本当に山の中なのになんで海老野、ね、そうですね、それは確かにちょっと気になる。まあ、で別に海老からついてるわけじゃないんでしょうか、ね、使うことができるというわけですね。とってもいいところです。あ、前の車ね。あ、なるほど。さあ、国道268号線に出ました。本当にインターチェンジすぐ近くなんですね。おお、宮崎県というと懐かしく思えるとおっしゃるスワローバスさん、駐車するときはハザードつける方、いやではないですね。よっぽどバックで入れるときに後ろから来るかなって思うときにはハザードを焚きますけどね。きめ細かな場所になったような気がする。おこちらで動画を撮っているわけなんですが、どんな風に見えてますかね。この辺の九州道はね、結構上り線も下り線もいい景色なんですよ。まあ、特に下り線の場合はそれまでトンネルばっかりでしたからね。ナビ代わりに使っております。これがなかなか2台持ちの利点がようやく出てきました。浮いた1台をナビ代わりに使える。パチンコ屋のダイナムみたいな。そうですね。うん、確かにそれは思いますね。山を越えた向こう側がきれい映像だね。これから京町に向かうの。そうです、そうです。熊本市民の皆さんは、え、京町っていうと裁判所のあるあの辺りっていう感じになるかと思いますが、そうじゃなくて京町温泉っていうのがこの先にあるんですね。そちらの方向に向かうというわけなんです。緑さん、その通り。バック駐車するとき助手席の頭の部分触りますか。こういうのでしょ。僕ね、やったことないです。それするとかっこいいっていう人もいますけどね。エビノという名称の由来は、秋になるとススキノが一面エビ色に変わる景色から、へー、その一方で入り江を望む火山の裾野、すなわちエビノを語源とする説もある。おお、なんで今ひらがななのかっていうところはありますよね。その最初の方のそのエビの方に近いのかもしれません。今日初めて24年もののハイエースに ETC ですか。おめでとうございます。では、ETC つけた記念ということでね、 R たけちゃんさんですか、ETC 設置おめでとうございます。これからもどうぞ愛車とね、長らく素敵な日々をお過ごしいただきたいと思いますね。元老さん、こんばんは。お高いんですよ、二台持ち。まあ、それはお高いですよ。大変です。しなくても鍋地はもうさっちゅう。ありがとうございます。スイフトにバックモニター、バックモニターさすがにつけられませんね。いつでも出せるおめでとう。そうです。ついてないよね。さすがについてません。なるほど。
エビノの由来ってそういうところがあるのかもしれないですね。エビノ高原はあの付近に、唐国岳という、新萌岳があった。そうですね、新萌岳がありますね。新萌岳っていうと皆さんもあの記憶に新しいかと思いますけどもね、噴石が近くの民家を直撃したりなんかして、まだまだ動いていると、活動しているというわけですね。最近はでも桜島の方がかなり活発でなんてこと言われてますけどね、大丈夫でしょうかね。ダンプカーです。この辺りは温泉巡りで走り倒したいです。いいですね。ちょうどこの辺りからが、京町温泉号というわけであります。80人前後の皆さん、ナベチカー23といいまして、熊本のローカルタレント、私渡辺大輔と申しますけれども、その男が、暇な時を使ってですね、こう九州各地をドライブするっていう、そういう番組です。過去に2回だけ九州を出たことがありまして、そのうち1回は四国、もう1回は山口県、もう本当に九州から近いところを走ってるというわけでありますけどね。最近おめでとうの安売りしてる。いやいや、それだけおめでたいことがあるっていうことですよ。いいことでありますか。付近の田んぼで何やら焼いてるんでしょうかね。その煙です。なぜか看板を倒している方がいらっしゃいました。90人突破です。道路の看板のローマ字がでかい。そう、宮崎県は道路の看板のローマ字がでかい。ありません。先月の半ば新萌え岳はおとなしかった。よかったよかったよかった。京町子温泉どういうこと。マイチングマチコさんってやつですね。この辺りは県北からは遠かったからあまり行ったことがないんですよね。人吉とか海老野、小林、西目とか、同じ宮崎県とはいえね、結構宮崎県って広いんですよ。熊本県よりも広いですからね、面積としてはでかいんです。そうです、でかいんです。楽天カード。京町っていう地名は多いですね。今いる神田町にもあります。左に行きますと京町温泉駅、右に行きますと魚介類のエビは好きですか。八竹高原です。まあ好き嫌いはありますね。甘エビは苦手です。エビちゃんは好きです。ニュースでは確かにね、新萌岳っていうそのワードは聞かないですよね。日本は小さくても大きいのだ、そういうことであります。バイクの集団、12人の集団です。一番後ろの人、あのたまにありますよね、こう何ですか、前輪とあのハンドルのところがえらい離れてて運転しづらそうなやつっていうのはよくありますよね。24年もののハイエース、バックモニターはついてる。おお、すごいですね。素晴らしい。この辺りは、お昼難民になることが、そういえばあんまりなんか食べ物屋さんはなかったような感じがしますね。でかいの、鍋っち、でかいの。何の話だか。京町って熊本市内だと藤崎宮と上熊本の間、まあ、そういうことですね。そうです、ノンストップ状態。エビちゃんは好きで、トモチンは苦手だそうです。そうです。あ、ワンザーさんこんばんは。ミスターワンザー、こんばんは。しました、森進一です。違うか。ボナセーラー。最近軽自動車はターボが向上、まあそうですね、でしょう。綺麗な道路なんですよ。先週までの収穫祭が嘘のようです。この番組はあの国道、ひどい道ばっかり走るわけではないんですけれども、10月1ヶ月間にわたって酷な道、ひどい道を走ってきたというのもありましたので、そういう番組かと思われている方も多いかもしれません。しかしこの番組はそうじゃなくて、普段走っているあんな道こんな道、実はとってもいい景色なんだよ、ドライブって楽しいんだよっていうのを知っていただくための、そんな番組なんです。そうそう、ギャップがすごいですよね。
マスカッツで思い出しましたが、青い空が中国で青い先生と呼ばれ人気だそうです。ミスターサンデー見ましたね。そう、あの前々からそれは知ってるんですよね。霧島ジオパーク、常々オネマスでもそれは言われておりましたけどね。あ、もう鹿児島に入っちゃうんですね。はい、まもなく鹿児島県に入ります。ありました、鹿児島県の湧水町です。ここから鹿児島県です。鹿児島県に入りました。国道でなくても楽しいのがドライブも面白い。そうですね、ドライブです。エネチャージでグーン、ターボでダーン、そうですね。今日は特にその舘ひろし、他石原軍団総出演、総出演じゃないかが出てくるあの CM ですね。えっていうね、あのえっていうのがなかなか舘さんの可愛いところがあります。インドネシアでは小沢マリアが宮城と最後ドン、鹿児島県ドン君、そうです、最後ドーンでございますね。鹿児島に入ってすぐ鶴丸温泉は黒湯の温泉です。さすがみどりさん、どんどん解説入れてください。今ちょうどその左に曲がっていったところが鶴丸温泉です。少し道路が狭くなった、そうですね、確かにちょっとね、左側が特に狭いですね、歩道がありません。ここで、ごわすって言ってますからなるほど、鹿児島でごわす、薩摩でごわす、遅いか。なべち鹿児島県に飛び込む。軽自動車1台に石原軍団全員は乗れません。さすがに乗れませんね、それはね。まあ鹿児島県に入って道路が狭くなったっていうのと同時に、路面状態がちょっとひび割れが激しいななんていうのが、この日当たりの良さにも相まってわかるわけです。3桁国道、そうです、道路の違い、県管理の国道の宿命、そうですね。ただなんとか国道事務所っていうのはやっぱりその県単位でも分かれてるところありますからね。そこもやっぱちょっと違うところではありますね。線路を過ぎるところは、原口温泉、なんでも屋さんがやってる。面白いですね、こんないいお天気、補修だらけになってますね。まあ、鹿児島も県道広いですからね。湧水町の市街地方面に向かっております。前の車はでかいのでなるべく近づかないようにしたいと思います。そうです、安定のダンプさん、あんまり近づいちゃうと景色が見えなくなっちゃいます。23です、 E23 だいたいお分かりいただけるかと思います。10月28日収録だっけ、この時やられてた時じゃん。そうです、やられてますね、この時もやられてます。柴田恭平は具合が悪いんですから、これからも舘ひろしと一緒に面白く、まあね、危ないデカコンビですよね。あの二人のコンビはやっぱ面白かったですよね。右に行きますと吉松駅です。あー近づいちゃった。鹿児島県は走ってるあたりから与論島まで広い、まあそうですね、広いですね鹿児島はね。吉松小学校前、 LC さんこんばんは、ようやくユーストに入れました。今日も本体が何気に重い、あららららら。僕も最近ね、ユーストリーム他の方のチャンネルを見るときに結構ねくる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 しちゃうんですよね。昨日もユーラジ見ててもそうだったし、間に挟まれ、あとユーストトゥデイ見ててもそうだったし、何の3兄弟でしょうか。どうぞ地図をお送りします。上須に行った時に前のダンプの荷台から砂がブワッ、うわ車3つで轟きですってこと。それちょっとなんか言っていいですよ、それは車間距離は適正に、そうです、そうです。吉松は湧水町の、そうなんですね、肥薩線と吉都線の、さすがよくご存知ですね、やっぱあの鉄道フリークの皆さんはよくご存知。今日も何回もくるくる、あららららら、どうしようもないんですよね。本音がちらり。坂さんこんばんは、最近来られなくてごめんなさいとおっしゃっておりますけどね、
ザカさんがいらっしゃらない時に限って結構鉄塔がいっぱい映ったりとかしてるんですよ。ユーストデーといえば昨日のツイキャスで、あれ、企画段階から知ってました、止めもしません。あ、そうなんですか。へー、私の PC のせいかと思ったら、そうです。いや、PC というよりも回線のせいっていう可能性は考えられます。ダンプの後ろは要注意、石黒が飛んできてフロントガラスが。そうか、それもあるのか。黒城さん、それ言う、アーカイブ見てる。ぜひぜひ。そう、ザカさんがいらっしゃらなかった回に限ってね、鉄塔がいい具合に映ってるんですよ。あれ、今日ザカさんいないのかなって思わず言っちゃったぐらいです。最近だと加速したダンプから泥水、うわーやだな、それいらないな、やめてほしいですよね、それね。この番組でも何回か語ったエピソードですけど、自動車学校で教習車で隣にその教習の先生が乗ってらっしゃって、で、こういうことをおっしゃるんですね。水を跳ねちゃダメだぞと、雨の日とか雨上がりの日とか、それも事故なんだということをおっしゃってます。あ、なるほどなと思って、今もう免許取って10年ぐらいになりますけど、それはちょっと気をつけるようにはしてます。水跳ねて、歩道にいる人に水を撒き散らさないように気をつけております。しばらくの間は何もないとか。そうですね、最近遊びに行けない番組の時に私がいじられることが多くって、キッチンとか、あ、いいですね、キッチンでいじってもらえるっていうのは本当に嬉しいことですね。田舎道になっていますね、風景が激しい。そうですね、確かに。でもね、これからどんどん空がとっても綺麗に見えてまいります。乞うご期待です。雨の日は歩行者がいるとき、やむなく水たまりに入るときは20キロ程度で通過。素晴らしい、フレディトムさん、素晴らしい。本当そうでないと水かかっちゃいますからね。で、思わぬところで、え、ここ水たまりがあったのなんてことがありますからね。できるだけ離れる、できるだけスピードは控える、まあ、その方が思わぬ事故を防ぐことにもなりますからね。特に雨の日は気をつけたいところですよね。雨の中学校から帰ってたら車に水をかけられたことがあります。先は今日最初のトンネルのようですね。やっぱり車運転してるとね、その水跳ねなんてことは考えないんですよね、あんまりね。だからその経験を生かして、ぜひスワローバスさんも車運転される際は絶対にそういうことがないように、きっと気をつけられると思いますけどもね。水を跳ねてる車から傘で守って誇らしげにしていたら、次の車でやられたか。わかる、川沿いトンネル、どんどん来るんですよ、そういう時に限ってね。川沿いトンネルに入りました。そうなんですよ、水溜りなど通過するときは本当に気を使いますね。くるくる金髪で、iPod タッチに、視聴機が、あー、もう本当申し訳ない。雨の中学校から帰ってくる、あー、分かってますって、やったぜと思ったらね、で傘を戻した瞬間にバチャーン、あるあるある。バイクに乗っていてトラックに大量に水が、うわー、それがつらいな。雨の日バイクって本当に危ないですよね。当然一輪ですから、まあ、二輪だから、こうカーブになったりすると当然傾けるわけで、そこで接地面が水の多いところだと本当につるんっていっちゃいますからね、危ないですよ。タレネコさん、こんばんは。
まあ、CM が入ったし、あらら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 、前に車がいないっていうのは、そんなタレネコさんにも地図をお送りします。どうぞ。トップに乗ってもおすすめに乗ってもなかなか100人に達しないっていうのがこの番組の嫌なところです。我が町は美しい。小学生の頃、登校中に何台もの車に水をかけられたことがありました。な、泣きそうになる。そら確かにそうだわ。辛いですよね。傘で車4台かわしたら、その間雨でずぶ濡れになってる。まあね、こうしてますからね、傾けてますからね、それ当たるっていう話ですよね。仕事で回る範囲限定ですが、マンホールとか路面の痛みとか。素晴らしい、きっちり覚えてすごいですね。得意げに冠水した道路を走る車が見受けられる。あー、たまにありますね。でもあれ得意げじゃないんですよ、あれほとんど。そこを通らざるを得ないっていう人がね、結構通ってるんですよね。前方クリアやりたい放題タイム。そうですね、無料ユーザーの宿命。小学生の頃、友達と、水たまりにダイブしてみる。そうやっぱね、あの子供の頃ってあのそういうところが本当に楽しかったりするんですよね。水をかけられたら国土交通省にクレーム入れます。あ、国道はね、県道は県、市道は市。鉄橋が見えます。ナベッチアルポと視聴中の写真。おう、なんざんしょ。あー、なるほどね、かわいいですね。アルポに見られてる、ね、2本目です。出ましたよ、でっかい車が来ましたよ、前に。なかなか可愛い写真ですね。これが若さか。小学生の頃って書いてるじゃないですか。その割には減速をしない。プロのはずのタクシーだって平気で泥水をはっ。そう、タクシーって意外とそういうところ、無頓着というか、方が、まあ、全員がそうだっていうわけじゃないですけど、印象としては多いなって感じがしますね。結構ね、強引な運転したりする方って結構いますよ。僕も乗ってて、おい大丈夫かって思うぐらい、えらい急スピードでビューンって駆け抜けていく人いましたからね。俺大丈夫か、俺二度とこの車乗らねえぞって思いましたけどね。またペーパードライバー講習の手続きに行かないと車の練習、はい、そら大変だ、そら大変ですね。いざカジキ方面、しかしマジで何もない。まあそうですね、まあ、それだけ自然豊かという、言い方もできますね。東京のタクシーの9割は2種免許を持つ最低素人集団。そうなんだ、そうなんだ、そういう車ゆえ、強く印象をつける。そうですね、前の重機が落ちてきた。そうですね、ほんと怖いですよね。100人乗っかりました、ありがとうございます。鹿児島空港方面への分岐点。そうです、最近大阪でシェルター付きのバス停でバスを待っていたところ、走行車から思いっきり水を、くぅ、つらいな。本当あるんですよね。お、100乗った。そうです、祝100人、落ちろ落ちろ、ペロペロペロ。どういうことだ。運転の雑なタクシーってまずいものしか出さないレストランみたい。まあそうですね、そういうタクシー会社に限って安全タクシーだったら嫌ですけどね。まあ、その時乗ったのはその安全タクシーではありませんでした。あれは何タクシーだったかな、まあ、ここで言うのはやめときます。タクシー運転手は日常と勤務中では人が、あー、なるほどね。前のトラックの荷物電線に引っかかりそう。あー、確かに結構車高もありますからね。栗の橋、仙台川ですね。河口より 87.9 キロ地点と書いてあります。結構遠いですね、だいぶ内陸だというのが分かりいただけます。軽自動車、いい度胸してんじゃん。さっきのね、予想外さん、こんばんは。宮崎、鹿児島、熊本ですか。そうです、宮崎県のえびの市から、
熊本県の水俣市に向けて走っております。地図をお送りします。どうぞ。工事中の橋桁が落ちてきたという、ありましたね。そういえば溝にはまったタクシーをつい最近も、うわー大変でしたねそれはね。タクシーシリーズのプジョーなら乗ってみたい。運転する方で、ああ気持ちはわからんではないですね。アメリカの方の車ってなんかやっぱ横に広いっていうのもあって運転すると気持ちいいでしょうね。ひょっとしてクリノってことは山の線の後に沿っていく感じ。僕はその山の線っていうのか山野線っていうのか分かりませんけども、その線路がどこにあったかっていうのは知りません。鉄道フリークではないもんで、ただ左に分かります。あ、いかにも廃線跡だなっていう街路樹がこの後左側に見えてまいります。うちの車プジョーだよ。すごいですね。さすが IT 系社長夫人。外見はタクシーでも何でしょうか。左側不自然に空いてるんですね。おそらく単線の、線路があったんじゃないかなっていうような感じです。ついに私もあと数日で車の免許が取得できるようになります。ちなみに何日ですか。11月何日ですか。山の線ですか。おなんだか前に車がいない時間帯が長くなってとってもいい感じです。11月28日、大安吉日ですよ。素晴らしいですね。あと23日で、18歳ですよ。すげえな。おっちゃんよりも一回り違うというわけです。この左側それっぽく見えますね。なんか配線跡っぽいでしょ。配線跡を利用した並木道。私の親は日産陸送系列だったので、我が家には日産車しか来ない運命。ほう、教習所にはもう行けるよということですね。今夜、今日の道ベストショットというか、分かりませんよ。まだまだベストショットがあるかもしれませんよ。まあでも春にとったら本当にベストショットでしょうね。また春先に来てみたいなっていう思わせる、そんな道です。きっとこれ桜でしょうね。バーッとね、綺麗な花びらがずらーっと並ぶんでしょうね。私は日本車が好きそうなんだ。日本車好きだけども外国産車。歩道のところが廃線跡なんでしょうね。廃線跡は遊歩道にするところが多い。4月まで我慢するんだ。まあそうですね、あの別に18になった、よしすぐに行こうってする必要はないですよね。そうそう、あの結局取った跡が問題ですからね。GTR かっこいいけど、親はトレーラーの陸送運転手だったのに、息子の私は免許すら持ってない。免許すら持ってない。鉄塔が見えますよ。はい、おめでとうございます。桜咲いたら綺麗だでしょうね。ほんと綺麗だなと思いますよ。プジョー、ルノー、ラリーとかフォーミュラーとか、それからフォーチュンクッキーとか違うか。はい、免許取れたらアイコンの車を運転してみます。おー、 LC さんがいいですね。18の時に仮免ならいいんだっけ。タイミング、あ、そうなんですか。たけちゃんさん、最近は無免許で乗り放題。どういうこと。あ、レーシングってことでしょうか ね、 GTR の最新版はセミ AT オートマト、合計視聴数800を超えております。デザインが見えました。伊佐市です。伊佐市に入ります。最近はクラッチペダルのない車が多すぎて悲しい。あ、まあね、ただまあその分ね、あのエンストっていうのも減りますからね。まあちょっとね、
確かにオートマだと物足りないっていう方はいらっしゃるでしょうね。車を運転しないと深夜に徘徊キャッスするようになります。そうなんだ。オルガンペダルですかね。 アイコンの車ポルシェと同じ方式。へー。免許取れたらゴルフ運転して。ゴルフ運転、あ、ゴルフか。はいはい、ありますね。皆さん外国の車なんだ、いいな。無免許で死亡事故すごい多いですね。やっぱ車って凶器にもなりうるし、とっても便利なものではあるんですけど、それが人に当たったら死ぬし、あるいは大怪我を負わせるし、事故にあったら自分も傷つけるし、そういったものなんだっていうのを認識しないまま乗っちゃう人がいるっていうのは本当に悲しいことですよね。マニュアル車かなり割高。ここ数年運転で左足で操作して、まあね、僕も免許はオートマ限定ではなくって、ちゃんとクラッチの車もちゃんとできるにはできるんですけど、免許取って以来1回ぐらいしか乗ってないですね。クラッチペダルがなくて物足りない人、神田さんもそうだし、都会の若者は車不要らしい、田舎の学生は車必需、九州は特にそうですね。福岡市内に住んでいてもやっぱり車は必要だって言うんじゃないでしょうかね。愛車はゴルフ GT DSi の170いい車、本当ね、乗ってらっしゃいますね。すごいな。都会と田舎の認識の違いだと思いますね。車を持つかどうか。そうですね。だから東京特部にお住まいの方はまあ間違いなくいらないっていうでしょうね。全国に誇る和牛の星、イーサイサ牛。イーサイサ牛、いいですね。24年もののマニュアル車に乗ってます。素晴らしい。愛知県は公共交通機関が発展していないので車は必須。愛知県でも発展していない方の部類に入るんですか。へえ。東京とか大阪に住むと車は使わないんです。まあそうね。旦那に車の免許取れって言われるけどずっと拒否してます。まあね、無理やり取っても仕方ないです。半クラしてないわ。懐かしいな。半クラって響きが懐かしいですね。東京は車なくても生活できる。まあそうなんですよね。電車乗り継げばなんとかなる。山作戦さん、こんばんは。静岡、熊本間、静岡、北海道間をすべて助手席で。そうですよね。そうか、山作戦さんの場合はそうですよね。広島の山間部は車ないと不便です。バスが年々本数。そうですよね。ハンクラクション、あ、クラクションじゃない、クラクション。はい、じゃあ山作戦さんにも地図をお送りします。今日はこんなところを走っております。オートマよりも、ミッションの方が楽ですよ。私は。そういう方もいらっしゃるんですよね。そうそうそう。だから俺みたいなペーパードライバーが多くなる。おじさんも最近オートマ車しか乗ってない。クラッチペダル、ないと物足りない人。無免許作戦さんいらっしゃる。無免許作戦さん、羨ましいですという声も飛んでおりますね。車の運は住まいだけでなくライフスタイル、そうですね、ライフスタイルもそうですね。こういう九州でも、最近ではね、カーシェアリングなんていう動きも進んでおりますので、そういった意味では車の維持費用が大変だっていうんで車を持たないっていう人もいらっしゃいますよね。作戦さんって面白いですね。免許持ってるけど17年もののペーパードライバー。なるほど。身分証明書としてだけ使っているっていうあれですね。ってことはゴールドってことですよね。羨ましいな。鍋っち部屋に山作戦さんの CD が、そうです、この間購入させていただきましたんでね、熊本でのライブ初日午前の部にお邪魔しました。素晴らしい歌声を生で聞かせていただいて本当にちょっと感動したところであります。鉄道だけでなく車でドライブに出かけるのは近いところでの夢でございます。そう、常磐くんがね、鉄道好きだっておっしゃってる常磐くんが
ドライブの良さに目覚めたらどうなるんだろうって、多分世界が広がります。間違いなく世界が広がります。天皇陛下の愛車は89年から93年式のインテグラのマニュアル。そうなんだ。私は現在車を持っていません。なるほどね。私も現役マニュアル大好き派でございます。うん、素晴らしいですね。千葉の外房まで JR で通うサーファーっているのかな。ボードはそうね、あれ大変ですよ。ボードなんて持った日にはもうね、さすがに列車に乗れるのかな。あれはチャリンコでのんびりゆったり、それもいいでしょうね。100人前後行ったり来たりの鍋っちカーツ3今夜でありますけれども、ぜひお気に入りいただけたらばですね、上の方にこうフォローなんていうのがありますので、ポチッと押していただきたい。下の方には Facebook ページもありますので、ぜひよかったらそちらの方にもいいなと思っていただけたら結構です。いいねを押していただければ嬉しいございます。初めてご覧の方もいらっしゃったらぜひ、よろしくお願いしたいと思いますね。106、7人ぐらいです。着座皆様こんばんは。山道を攻めるのですね、ガードレールがない山道は目が覚めますとおっしゃいますけども、今日は先週までがひどい道国道だったんですけども、今日からはまたとってもいい道を走っております。地図です。どうぞ。片側交互通行のところに臨時の信号機が置いてあるところがあるんですけど、なんかね、この番組の収録に行くときはもちろんそうなんですけど、そうでないときもなぜか残り秒数十数秒残った段階で赤なのに走ってしまう人って結構いるんですよ。考えられませんね。私はちょっと、常識を疑います。私はちゃんと0秒になって青になるまで待ちます。私は前後にカゴがついている自転車乗ってます。ママチャリ、素晴らしい。それも大事な交通機関ですからね。12月31日生まれということでね、免許の更新確か前後1ヶ月大丈夫なんですよね。誕生日を挟んで前後1ヶ月が免許の更新期間ということになりますから、僕も3月1日生まれですから、2月1日から4月1日の間に更新に行くということになるわけです。昨日タイヤ交換を済ませたので、いつ雪が降り出してもだ、あ、素晴らしい、スタッドレスですね。よかこつです。青でも進めではないです。そうです、青はちゃ、赤で済んじゃう人がいるんです。本当に考えられません。青でも進めではないです。まあ、そうです。さあ、だんだんと進化は西北西、ね、スマホ移行ということですね。あと1分強で0時になります。三市街地まで4キロ、水俣まで35キロです。更新期間が長くなって楽になりました、ね、そうですね、3年から5年ってやつですか。バドルシフト付き自動車も、何ですかそれ、バトルシフト付き、バトルじゃないですね、バドルシフト、気になるな。空がとっても綺麗です。秋ってこれがいいんですよね。鹿児島県ですが、湯の湖温泉、湯の鶴温泉の案内表示、これ熊本県水俣市にある温泉地の表示が出ております。 Facebook に宣伝してきました。わ、ありがたいですね。パドルか、はい、0時になりました。11月6日水曜日です。
ベアリングのところで操作が。ああ、なるほどね。そういうことか。さあ、また市街地が出てまいりました。ナフコですね。ネッツもありますね。休み前日に入りました。あと1日頑張りましょうね。パ、すいません、パですね。ちょっと遠いんでね、あのモニターまで、ね、パだかバだか分かんないっていうところあります。 MD は慣れるとアクセル一定でシフトチェンジだけでスピードコントロールできますよ。さすが慣れてる方のコメント。やっぱ違いますね、余裕を感じますよね。スイフトの CVT は運転フィールはいかがですか？不満はありますか？特に不満はないですね。僕は好きですよ。パドルシフトって入れるつもりが、多分ね、パドルシフトって入れててもね、僕はあのバトルシフトって言ってたかもしれません。ローガンじゃないです。2メーター半離れてて、しかもちょっと文字がちっちゃいんですね。だけどね、あ、そう、僕のスイフトに対する不満っていうのはただ一つ、クラクションがミ、これが不満です。唯一の不満です。でもオートクルーズはあまり使いませんね。この番組の中ではほとんど登場したことがないんですけど、このスイフトの、クラクションミなんですよ。これが嫌なんですよね。ナベッチのスイフトは、4AT です。なかなか電気の入った交差です。私の友人、変態でクラッチは使わないシフトする人がそうなんですね。伊佐農林高校右側です。一回聞いたかも、スイフトのミ。あ、そうですか。そ、あ、うん、2回ぐらいはこの番組の中でも出てきたかもしれませんね。どこだったかっていうと言われると思い出せないんですよね。だからクラクションはうふーんに嫌ですね。クラクション鳴らすためにうふーん、嫌だな。それ免許は幅を広げたいのでマニュアルで、うん、それいいと思います、いいと思います。山作戦さん、社長が雪道は絶対に運転できないので車ではまず無理ですね。年内東北ってことか。そうか、ロードランナーの鳴き声みたいミ。そうなんですか。このねミ、どうしても味気ないというかね、安っぽいというかね、チープさが出てしまうというかね、それが嫌なんですよね。オートマ限定は禁止、旧大口地域、そういうことです。大口店ね、いろんなお店の大口店なんていうのが出てまいります。真上さん、こんばんは、ようこそ。地図をどうぞ。多分国道だと思うよ。み、あ、そうか。265の時に出てるかもしれませんね。男は黙ってマニュアル。クールポコじゃないのよ。男は黙ってマニュアル。自転車って言い出すかもしれませんね。肩車って言い出すかもしれませんね。日本車のクラクションの音ってブザー感があって、ちょっとそうですよね。やっぱこう、あの呼吸かなんかこうファンの方がいいですよね。前の車が青信号になったのに動かない、そういう時にやっぱミってなると、やっぱどうしてもなんかこうね、なんだよって思いますよね。そうじゃなくて、やっぱこう大人なんだよ、俺大人なんだよね、もうファンって動き出してっていう、そういう優しい気持ちなのにミってなると非常になんかね、嫌な感じがして、味気ないって感じがするんですけど、そこがやっぱりこうね、あのファンってなると、なんかとってもなんか、あの岡田真澄さんみたいな、ファンファンみたいな、とってもなんかこうふわっとした温かさ、優しさっていうのを感じますよね。右に行きますと、ユーストバンクさんから来ておりますね。第12位ということでございます。ありがとうございます。だからベンツホーンにセキュリティ動いたらミーミー言うの。あ、セキュリティ動いて、そうですね、ミー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 、そうじゃないか、ミーです。それやだな。でもセキュリティそこまで連動してないと思いますね。クラッチ踏まずにギア抜くのはできても、入れるのはちょっと、まるで大喜利って。はい、伊佐市役所を越えますと、あ、でも道譲ってミってなつされるとなんとなくバカにされるでしょ。そう、緑さん、そうそうそう、やっぱそこもやっぱ
ファンだったらなんか、あ、なんか譲ってよかったなって思いますよね。だけど、ミってなった日にはなんか本当バカにしてんのかと思いますよね。そんな気はなくてもね。わかります。我が家の、前の車もといってもかっこいいスポーツタイプの車だったのにミっていうクラクションです。それやだな。せっかくスポーツカー乗るんだったらそういうところもちょっとね、なんか気を回してほしいですよね。もったいないな。ホーンがもしバンドエイジっぽかったら、ばはっぱやで、なんてことになるんでしょうかね。あ、合計視聴数1000を突破しておりました。ありがとうございます。嬉しいですね。薩摩大口駅の近く 200m 先、右に行くと267、左に行くと、なんかそういう名前のバス停があったような気がしますね。非常に欧州車はいかにもホーンな音が、このホーンがいいんですよね。このホーン、じゃあ3つのホーンっていうのがいいですよね。カッカホーンもいいかも。やだな。はい、単独区間に戻ります。え、壊れてますっていうような感じですよね。それやだな。検索したら268号にあるらしいすみちゃんラーメンというお店でペトコンラーメンが食べられるという、おー、愛知の B 級グルメというですね。みが笑える日本車、あー、これそうですね。ショッピングセンターで時折セキュリティ発砲する車いますよね。 ある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 。そうそうそう。あとはあのライトつけっぱの車とかね。いっそのことありがとうと鳴らせば無駄な山形、まあそうです。山形って嫌なんですよね。それあれですよね。あの太田総理のナレーションみたいな感じですね。そして日本は平和になったんです。麻生クラクションをぜひ。ぐらいのところでしょうかね。もしもシリーズ、もしがホーンが武田鉄矢なら。そんな感じでしょうかね。ナベッチさんは、オートマとミッションどっちが好みですか。まあ僕はオートマの方がやっぱいいのかな。僕に合ってるのかな。僕結構あの、ね、男サザエさんですから、結構あのドジやらかしますから。ですからあのミッションだと時折エンストを起こすんじゃないかなと思うんで、まあオートマの方がいいのかなという感じがします。まあ麻生さんが驚く声の方のそれ本当はあの鳴らされた側もびっくりしますよね。それね。みでもへに比べたらまだ、まあそうです。この道はもしかしたら268風呂屋という呼び方どうでしょうね。まあそう呼んでる方もいらっしゃるかもしれませんね。だって温泉も結構沿線にありますからね。クラクションもカー用非天井、そうです、交換できるんですよ。ゲロ吐いてる感じに聞こえる。ってやつですね。えずいてるって感じ。もしもシリーズ、もしも本が福山雅治なら。非常に面白い。さっぱりわからない。いやですね、本で。さっぱりわからない。すべての現象は理由がある。なんてこと言うんでしょうかね。ペダル、2ペダル車の、楽な部分も、理解しています。それで安全運転できるならそれでいいんだよ。そう安全に運転することが第一ですからね。サードまで、引っ張ってしまいがちになるからオートマがいいかもしれない。長い。でもこの道にはあまり温泉がないです。一山越えれば結構そうです。さっきのね、あの京町温泉とかそういうところはありますよね。もしも本が田中真紀子だったら。残念ですね。鋼鉄かと聞きました。鋼鉄だそうだと。あれ、小田口さんって言うんです。3本目。私もふと思った。今宵の国道268号線は語呂合わせで風呂屋とも読めるが、地図を見ると沿線で温泉の表記がたくさんあるので何かつながりがあるのだろうな。どうでしょうね。当時の、まあ、運輸省の皆さんはそういったところも考えたんでしょうか。本がミッキーもやってミッキーだよーそうかと言わねえか。いい景
招き猫でか、特に意識しなくてもシフトチェンジしますが、来た、右京本、はい、デビュー戦にふさわしい、はじめしりなさい、素晴らしい景色、ですね、その他の景色、右京さんの特徴として結構大声で早口になるっていうところがありますね。はい、それでいいんです。皆さんナイスなもしも本、そうです、エンジンブレーキ対応ならミッション、あーなるほど、クラッチライヤー切れたノンクラーセル発進で、うわすごいな、かかりましたね、合ってますね、面白すぎる、笑いが良かったです、ドライブを楽しむ、景色を楽しむ、オートマは下り坂だと結構面倒だったりミッションの方がいい、そうか、そういうところがあるのか、まあ、でもね、そういうところは最近はハイブリッド車が解決してくれますよね。はい、もしも本が奥さんだったら、奥さん奥さん奥さん、相手が男だったら嫌ですよね、いかつい顔の男の人だったらね、こいつ何言ってんだって思いますよね。お前何言ってんの、ちょ待てよ、何言ってんだよ、アンドロイド受けるのかよ、なんてこと言いながら、もしも本がウィッキーさんだったら、どうもどうも、歯がないっすね、違うか、奥さんはおかしい、そうです、ミキティさんにあと40キロ取るところで自宅へと引き返した、ちょっと残念、あ、そうなんだ、残念、矢口丸出し、やめなさい、ちゅう、やめなさい、ちゅう。山の稜線と、そして綺麗な秋の青空ですね。秋の空に浮かぶ雲っていうのは、実はその夏の時の雲よりももうちょっと高い位置にあるんだそうです。だもんで、空が高く見えるっていうのはそういうことなんだそうですね。ウィッキーマウス実装川、やあウィッキーだよ、あわわわわわ、あ、それマリオだ、マリオだ、それヒミゾーレッツゴー、あわわわ、ダイス号イデめちゃくちゃ気持ちいい景色と道路ですよね、いい景色です。スイフトだとシフトレバーを横に倒すだけで3レそう入りますね、そうそう入ります。マロダンさんこんばんは、にしてもなんもねえな、おなじみのニール、そうですね、なんもねえのがいいところですね。地図をどうぞ、ナイスフナッシー、あーフナッシーか、そうですね、フナッシー、米もしもボーンが亀山薫だったら、かそっちか、そっちはできないな、右京さんだったらできます、はい、さあついに山登りかな、だがそれがいい、そうです、同じエンジンなら、ミッションの方が少々無茶してもオートマよりも燃費ある、それはそうですね、全く辛そうな、次はアルポでもいい、どんどん川を越えていきます、そして山がどん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 近づいてまいります、この後山を越えまして、水俣に入っていきます。のこのこさんこんばんは、地図をお送りします、はいどうぞ、麻生太郎はもうやりました、この先急カーブ、なんか山道っぽくなってきますよ、
もうあやの、なんでもう7時間つながる道しるべ、内心このままだとマジで熊本まで持っていく羽目になりかなと思っております。現在は伊佐市です。そうか、それか鍋っち、そうか、それもあるか。そう、ここで私の前に車を強引に侵入させるとは、あなたの発出割合が多い、つまりあなたの敗訴決定です。早くしてビャーッとマックス立てるように言うってことですよね。分からん、もしも、本が本だ、分からん、それ分からん。ドリフ大爆笑だったんですね。パッパラッパパッパラッパパッパラッパファーパッパラ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 ッパファー小川のせせらぎ、みずほ銀行と踊りたい川がいっぱい見えてきましたね。申し訳ございません。そんなところでしょうか。もしも、もしもフォンがリオだったら、リオか、中村リオだったらどう言うでしょうね。てなとこでしょうか。状況までに三上ネタは仕上げましょう。そうですね、そうします。半沢フォン、割り込まれたらやり返す。大返した。千葉吉祥のおかん。千葉吉祥。ホテルセブン。頭から真っ白。頭から真っ白。行きたいな。どんなフォンや。それ難しいな、大橋ミク分かんねえな。そうです、ホテルセブン、そうなんです。あ、ひろひろさんありがとうございました。三上さんと仲良くなるにはジョナさんのメニューを把握。なるほどね、ジョナさんでもな、九州ねえもんな。金融庁の黒崎だった抜けるもんなら抜いてみなってやつですか。車掌が織田裕二、なんで車掌になってきたんでしょうか。それ鉄道番組の方でぜひやってみてください。注意の看板が出てきました。バイ菊王師匠ですね、それね。飛ばしたいという人、そう、結構いるんです。しかも結構ね、ナイスミドルな方々が多いんです。安藤も、木村さん、木村さん、そう、ヤバ系は結構九州でも有名なところですね。ちょっと待ちよ。もしもボーンが初代三平なら、どうもすいません、どうもすいません。あ、でもこれなら気持ちが伝わりますね。トイレではないです。あー、小倉本なら天達、そうですね、天達。ミキティさんが清楚な若奥様です。くれぐれもほどほどに。
まあ、ミキティさんでなくてもほどほどにしていただければいいと思いますね。上り下りが目まぐるしくか、そうなんです、いよいよ山道、いよいよ県境だなっていう感じをお分かりいただけるかと思います。もしもフレディがカー23の収録をしたら誰もいない区間、すごいスピードでなるほど、家庭の話ですね。すごい、画面動画がカクついたのでブラウザを変えました。こちらも結構カクついておりますね。熊本県です。今日だけで3つの県を行くということになりました。水俣市です。水俣まで15です。境目は峠か川が、そうですね、もうこれからは下りということになります。熊本から鹿児島の県境の雰囲気が好きです。山だ、峠だ、県境だ、急に集落が見えてきました。山なのに山場がない。まあね、とっても通りやすい山ではあります。ここまで変化する道が初めて、下るだけです。熊本県にアタック、なべち熊本県に飛び込む。そうです、鶴候補、ええかええかええのんか最高かやだなそんなもん。ミッキーさんいじり、なべちならマネージャー的に OK です。あ、真上さんありがとうございました。おやすみなさい。トンネルです。熊本県に入ると3つぐらいトンネルが続きます。えのき第二水道、そうなんです、結構空いてるんです。案外知られてないルートなんですね。水俣に行ったらキラーク食堂のワンコインちゃんぽんをぜひ。そう、あの水俣方面もね、結構ねちゃんぽんいいです、ね、2つ目いろいろありますからね、皆さんもぜひぜひ。えのき第一水道、本来ならドリームウーマン仕様でいいんですけどね、人生下り坂最高というふうになりますね。そうですか、下り坂最高ですか。オリジナルは NHK の自転車機構版、約20キロぐらい先です。どんどん下っていきます。春には通りにくい杉並木、ああそっかそっかね。ナベチなら OK です。全く言葉攻め私苦手ですね、なかなかね。広島風鍋地方です。鍋地です。手から草の匂いがするとです。上り用の2車線いいですね。さっきあのこちら側にもありましたけどもね、東阪車線、場所によっては譲り車線って書いてるところがありますね。熊本も結構いろんなところにシャンポンあるんですね。そうです、あの天草シャンポンっていうのも有名ですけどね。ゲロ、マイデンさんありがとうございました。おやすみなさい。この左カーブいいっすね。マックンさん、木村拓哉は絶対それに持ってきますね。エンジンブレーキ戦略、ちょ待てよの方じゃないですね。天草シャンポン、そうです、ええ感じに飛ばしそうな道、そうですね。この辺はずっとアクセル踏まずに走っておりました。ここ日立の上り2車線は、6号線石名坂だけですね。ありそうな感じしますけどね。この壮観な風景いいね、いいですね。さっきも言った通り秋は空が高いですからより綺麗に見えますね。なんかキーボードの調子が、あらららら、タブを押すと変わるかもしれませんよ。タブだったりコントロールだったり、
がどんどん伸びる下り坂。そうですね。私は若干にやける癖があるのですが、ネタで少しセクシーなことを言っても結構笑われることが多いです。まあね、あの若いからね、お前が何わかんだっていう、そういう人もいるのかもしれません。267の人吉からの県境の雰囲気もそうですね、似てますね。確かに紅葉シーズンはここも綺麗かも。ホテルいいでしょうね。いる、まあ、これからあと半月ぐらいするといいかもしれませんね。どういう意味なんでしょうかね。この道路ってどういう意味を考えているパラッチ。そうですね。下の矢印は何？お、下の矢印、あ、これか。あの矢印じゃなくてヘブンノーズって書いてある、まあ、デザインですね、これ。服のデザインです。矢印に見えたか、こういう状態だと。矢印だ、完全に矢印だこれ。全くアクセルを踏まない。さらにどん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 下っていきます。どうしますかね。水俣市内とはいえ、まだまだ市街地には遠いんですね。これは車には優しいですね。100人前後行ったり来たりの視聴数でありますね。ラベチカ23今夜は127回目です。何気に探検またいで水俣へ、国道268号ということで、最初は宮崎県でした。宮崎県から鹿児島県に入って、そして現在は熊本県に入っております。水俣市を走行中、どん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 下っているという、そんな状況です。あ、道路の矢印、お、なんだろう、矢印を踏むとスピードアップ的な、あのマリオカートとか、レーシングゲームでよくありますよね。そう、水俣は意外と広いですよ。南北っていうよりかは東西に広いですね、どっちかっていうと。久しぶりにアクセル踏みました。久々にアクセルを踏みました。ミキリさん、いってらっしゃい。F0、懐かしいですね。スーパーファミコンの初期の頃のゲームですね。はい、集落にやってきました。いってらっしゃい。あ、そういえば戸明さん、ね、おめでとうございます。鹿児島県のおにぎりの下には地名と一緒に何々島でだ、そうありますね。そうそうそう。で、宮崎県の場合は何々市っていうところに横に数字が振ってありますね。23ドット、西都市とかね、そんな風に。ジョバン君、私のゲームの記憶は任天堂64から。はあ、そうなんだ。僕はもう初代ファミコンから知ってますからね。そっか、64からなんだ。じゃあ8ビットのスーパーマリオブラザーズあたりはどうなんでしょうね。バナナの皮が落ちてたら最悪。完全にマリオカートですね。進行方向に矢印が書いてあったのが気になったのは俺だけか。まあ確かに今もこれね、書いてありますけれども、だいぶ降りてきましたね。まあ間違うわけはないですからね。なぜこれが書いてあるのか、確かに水俣の市街地かな、言われてみれば気になりますね。ゲーム機を持ったことがない、素晴らしい。お金かかんなくていいですよ。スーファミのローンチタイトルはマリオ4、F0、パイロットウィングスの3本じゃなかったかな。よくご存知だな。霞
セットビジョンからゲーム機、なんだそのカセットビジョンって分かんない、ゲームウォッチ聞いたことありますよ。ファミコンオイラは対応機種の対抗機種のソフトバイク、ドラクエ3が懐かしい、逆走防止の矢印かも。なるほど、ひょっとしたらこの辺外国の方が多いとかね、そんなことはないか。F0X はもう取りませんでした、初代ファミコンから。水俣にも釘のってのがあるんですね。久々の信号機です。高校の頃にネオジオ、ネオジオないとして1本4万するソフト、わー、ね、一番長いゲーム歴はマネーゲームです。ご苦労様です。持ったのは MSX です。なるほど、昔ディスクシステム、マリオ2を代表するディスクシステム。懐かしのゲーム談義に花が咲いております。だいぶ減りました、87人です。もう多分トップから外れてるんでしょうね。さすがエネオス強いな。そうですね、ゲームは任天堂のテレビゲーム6、そんなのもあったんだ。MSX パソコンから始まりました。その後はファミコン PC エンジン、セガマーク3、すごいですね、人生ゲームの最中に。そうね、ないな、世界中の誰もが、ね、過ちを繰り返す人生ゲームですよ。カセットビジョン懐かしいね。ピンボールとかね、わかんないな、その辺わかんないな。確か QD ですよね、わかんないな。ゴールまであともう少しです、あと10分ぐらい、10分もないかな、コーナーですよぐらいの意味だったりして、ああなるほど、おっさんホイホイ状態。そうですね、カセット外してふう、そうそうそう、やってたやってた、これカセットだとするとね、もう一回もう念入りって書いてガチャンってやって、難しいな。携帯ゲームで初めて買ってもらったのはゲームボーイアドバンス、初代じゃないんだ、薄くなったやつなんだ、マーク3アザース、初代ファミコンのゴルフなら持ってる。あー、日本一長いよな、じゃあおっさんホイホイマコさんですな。違う違う違う、できたら振り出しに戻りたい人生ゲーム。なんかあったんですか最近、ゲーム機って突然にして、そうですね、そう突然遊ばなくなるんですよあれね。自分はカラーテレビゲーム15、おお、知らないな、それも知らないな。ゲームウォッチのオクトパス、わかんないな。携帯ゲーム機に手前からガバッとソフトを突っ込むやつですね。シリーズがよくハマったということです。ファミマガの嘘テクに騙された時代が何な。ファミマガ、ファミ通とかね、今もあんのかな、ファミ通。あのところで今85人の方がご覧になってますけど、サテラビューを使った方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。スーパーファミコンにつける衛星放送というかそういうものなんですけど、サテラビューって CM やってましたけどね。僕の友達で一人いたんですよ、結構お金持ち、お金持ちって言ったらちょっと言い方が語弊がありますけど、結構あの昔からね、あのスーパースコープとかね、そういうのを買ってた子がいたんですよ。あと3D で見えるっていう、なんて言うかな、なんとかボーイってやつ、そういうのもありましたよね。家庭用は初代から、ゲーセンだと、あーすごい、ここまで来たら電磁マシマシの世界に、どうせなら浅野さんと一緒、すごい、ね、さてラビューありましたよね、キラー通りで浜崎あゆみとタモリが日曜に、そうそうそう、ピクロスの番組やって、そうそう、ありました、そうそうそう、
ファミ通今でもある。あ、サテラビュー実家にある。神奈さん、今もう使えないですよね、サテラビューって。そう、タモロスっていう番組確かやってたんですよね。おもちゃ屋のお手伝いをしてた時に夏休み映画見てキャラをゲーム機に入れるサービスをガバッと外に入れると。なるほどね。最近ゲームはゲーセンでネットマージャンしかやってないんです。ネットが生きていたらあの先がなんかそれぞれのね、なんか生活感を感じますよね。新幹線ですね。スーパーファミコン内蔵のようです。あれ欲しかったんですよ、あのスーパーファミコン内蔵テレビ。上の方にこう差し込むところがあってね、あれ欲しかったな。さあ、前方に九州新幹線の高架が見えてきました。もう間もなくゴール地点ということになります。タモロス、そうです、タモさんの司会でした。テレビュー名前だけ聞いたことあるが買わなかった。マリオの音楽流してました。ああ、そうですね。一瞬チラッと見直した。喫茶店でインベーダーゲームバイトしてたお金で、するのはアホらしくて冷ややかに調べてみましたが、サテラビューの発売年は私の生まれた年。はあ、時代だな。ファミコンの連射コントローラーのホリコマンダー持ってるやつ、この収録の前の日は、はい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 、あのこうガチャってやるやつですよね。水俣の地を初めて思い出になったという、そんな日でありました。あれ、テレビの電源切ったらスーパーの電源も強制的に切れるんで、寝てる時にね、あ、なるほどね、そういう嫌なところはあるんだ。その行事の一環として天皇皇后両陛下新幹線です水俣を訪れたという場面がありました。じゃあこれが鹿児島線か。あ、入れるの忘れてました。ミキティさん、お帰りなさい。ふう、若いって素晴らしいね。さあ、ラストトンネルですね。さあ、今日最後のトンネルです。長野隧道、これを越えますと国道3号線に当たるということになります。ファミコンの外側、外部コントローラーはジョイカード MK2 が、そんなのあったな、懐かしいな。右折して終点、そういうことです。タモロス、タモリロス症候群の略、あ、それもあるかもしれないな。そうだそうだ。というわけで3号線に入っていきます。この日は動画の中の僕も言いますが、前の日に天皇皇后両陛下が水俣にいらっしゃってたんですね。1日遅れで私も水俣に入ったというわけであります。あ、僕にとってみれば恋はピンクですね。水俣の海づくり大会のまこさんのお魚ロボット配信を思い出します。ちびっこ大興奮でした。しかし呼吸器系が弱るって厳しいよね、埼玉で。あ、そうなんだ。 PM2.5 をそういえば、ね、この間大阪の方もちょっと濃度が濃かっただとか、千葉県の方も、注意喚起が出されたっていう話もありましたね。スーファミ内蔵テレビ、懐かしいですよね。日立も昔はハゲ山でした。時間調整、やっぱ環境意識っていうのがね、だいぶ根付いたということもあるんでしょう。また僕らの世代はやはり公害、うん、そうですよね。やっぱ三大公害病っていうのもありましたからね。水俣病、痛い病、それから四日市喘息っていうのもありましたからね。まあその土地の方々にとってみると、あの水俣病ってこうね、地名が入るのはどう、なんか辛いっていうのはありますよね。ノロノロ運転、新潟でも第二水俣病とも呼ばれた、新潟水俣病とも呼ばれた、そんな病もありました。スター物流、画面右下にもスターが、イエイ、スターかな。ツインファミコン、懐かしい。その先に見えてきたのがなんだか奇抜なデザインのファミコン、懐かしいな。構造物、ああそうですね、
流域、そうですそうです、これが確かその辺だったと思います。 JR 新水俣駅です。やっぱりね、水俣イコール水俣病で覚えるっていう方はやっぱ多いでしょうね。社会の授業で皆さんも習いますからね、信号で。そんな水俣病はもう現在ではもう環境先進地と言えるぐらい市民の皆さんの意識が本当に高いんです。あのゴミの分別なんかももうこっちじゃ考えられないぐらいの細かい種類分けなされてますからね、本当にすごいところでもあります。水俣は確実に生まれ変わっています。さあ右側に見えてまいりましたのが、これが JR 新水俣駅です。今日の終着点はこの JR 新水俣駅ということになります。終着点、新水俣駅に到着です。まあ新幹線の駅ですからね、やっぱ駅舎でかいっていうのも、そういうことですよね、うなずけますよね。と回って誰も乗ってはいませんが、ゴミを減らそうの CM アーカイブで見ました。あ、よかったよかった。新水俣駅は通過したことがあります。そうです、あのやっぱ通過駅っていう印象がやっぱ強いですよね、新水俣あたりはね。熊本駅よりでかく見えるのは昨日、あでもわからんではない、その気持ちは。足のある駅です。これにて終了でございます。ありがたや。というわけで新水俣駅で終了でございます。改めましてこんばんは、熊本のローカルタレントでございます、私渡辺大輔でございます。駅のそばに民家が、そうです、あのそうなんです、そういうところなんです。意外とね、あの新しい駅ではあるんですけれども、まあ、古い民家と混在しているというところでございますね。合計少人数が1300を超えております。ありがとうございます。今日は笑いから教育まで幅広いコンテンツ、そうでしたね、笑いファミコン、まあ、いろいろありましたね、温泉の話題もありましたね、いろいろありましたね、そしてクラッチの話題もありましたね、そんなところもありました。今日のテーマはこちらでございました。何気に三軒またいで水俣へ、国道268号をテーマにお送りしてまいりました。iPhone 5S の映像いかがでしたでしょうか。結構綺麗でしたでしょうかね。地図改めて振り返ってみましょう。こちらでございました。民家があるところに後から来たのが新幹線、そうですね、まさにそうです。というわけで今回は、宮崎県の海老野市海老野インターチェンジから鹿児島県伊佐市、こちらを通りまして、で JR の新水俣駅、ここまで巡るという、そんなルートでお送りしてまいりました。なべっちさん、いい生中継ありがとうございます。生じゃないですよこれ、生じゃないですよ、僕は生ですけど ね。動画の方は十数日前の動画でございます、はい、本日は終電帰宅で今着席、何も参加できませんでした。あでも地図をどうぞ地図をどうぞ、今日はこんなところを走ってまいりました。はい、というわけで今回は三軒またいだ旅ですね、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。時刻は12時44分です。まあゆっくり行きますけれどもね、続いてはこちらのコーナー参りましょうか。続いてはこちらです。インフォメーション、ちょっと、切れ目を変えてみましたが、いかがでしたでしょうか。あんまり意味はありませんけどもね、はい、というわけで後ほどアーカイブ、そうですね、よろしくお願いします。今日は本当に穏やかでした。まあこれまでがひどかったっていうところもありますけどね、そういったところもありましたけれども、続いてはインフォメーションのコーナーに入っていきたいというふうに思うわけであります。ズズズイーと横にずれまして、横ずれドン。日付変わりまして、お昼12時6分からはスイッチ791です。 FM791 でぜひお聞きいただきたいと思います。熊本都市圏の皆さんに向けてお届けしてまいります。ぜひ皆さんもねお聞きいただければと思います。裏で福耳やってますが、裏でマイディア神崎やってますが、ぜひぜひ熊本都市圏に来ていただいて、
ラジオは FM791 に合わせていただければというふうに思います。それから8時間経ちましたらば、今度は、バンドを AM の方に変えていただきまして、AM1197 ですね、 RKK ラジオカリンの下通りスマイルアベニュー、こちらを聞いていただきましょう。あ、ヌがなかった、そうです、ヌがありませんでした。そういえば CM 見ましたよ、よかった、ありがたいですね。見ていただけるなんて本当によかったよかった。アーカイブ拝見します、よかったよかった。あ、今日スマイルアベニュー見るのは残念、残念でした、ね。というわけで、あれは生放送ですからね、なかなかアーカイブも残らないといったところもありますけれども、ぜひぜひ今日は見ていただければというふうに思います。今日はランキングのコーナーがありますよ。今日は何のランキングかと言いますと、蔦屋書店熊本三年坂にある、もうこんな時期なんですね、年賀状作成ソフト、こちらをご紹介したいと思います。去年に続いて2回目のランキングということになります。ぜひこちらもお聞きいただければというふうに思います。午後8時からはユーストリーム、ウィーストリームでやりますね。今日は何やるんでしょうか。そういえばちょっと聞くのを忘れておりました。まあ何回やります、何回やりますんで、ぜひ見ていただければというふうに思います。先週は、コスプレウィーをやりましたけどもね、ナベコも登場しましたけど、なかなかやっぱナベコ可愛いですね。こちらで 79.1MHz にしたら徳島の FM ビザンが受信できます。そうですか、なんとかね、ぐいーんと向こうの方に行ってくれませんかね。まあ、なればいいんですけれども。そして木曜日です、7時54分からゆけくまモン調査隊、今週はまだ私はオープニング映像のみ登場ということになりますけれどもね、今の言い方で大体お分かりいただけるかと思います。今週はまだ、はい、お分かりいただけたかと思いますね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日の番組面白かったし盛り上がったし、お腹いっぱいです。あ、よかった、お腹いっぱいでもう見ないっていうことにならなければいいんですけどもね、ぜひいいねやっていただければと思います。なべこってとおっしゃってますね、まあ、詳しくはウィーストリームをご覧いただければと思います。僕にそっくりなね、なべこっていう子がいるんですよ。可愛いですよ、可愛いというか綺麗ですよ。年賀状作成ソフトは筆豆しか使ったことがない、そんなあなたにおすすめです。いろんなものが出てきますからね、ぜひぜひご覧いただければと思います。お聞きいただければと思います。近々登場かな、なべこ、そうです、あの先週、ウィーストリームに登場した僕にそっくりな女子大生です。まあまあ見てはいよってなところでありますね。そして日曜日です、サンデーユーステーション FM 小国、小国町にあります熊本県小国町にあります、FM 小国、こちらの町域のコミュニティ FM 局なんですけども、こちらが4時間生放送で、道の駅小国ユーステーションから生放送する番組です。こちらをユーストリームでもやってしまおうと、私が資材を投じて行っているユーストリーム番組でありますね。ぜひこちらも4時間生放送です。お時間ありましたら、暇がありましたらご覧いただければというふうに思います。そうでなかったらば小国に来てラジオで聞いていただきたいというふうに思うわけであります。こうやって独身がなんですか。はい、七七ちゃんはなべこさんにつけていただいたのか、あそこになべこがつけたのか、そうかそうか。そのゆけくまもん調査隊 YouTube 見れる方、あ、そうですね、 YouTube でもね、まあ正規の放送ではないんですけどもね、方法ではないんですけども、まあ、あのご覧いただけるようにはなっております。なべこの年齢はいくつなんだろう、22歳です。あ、今23になったかな。はい、アーカイブを見ればわかります。なべこは噂によるとなべっちと同い年、違う、同い年じゃないで23歳です、鈴鹿さんと同い年です。そして来週火曜日もカリーの下取りスマイルアベニュー、もちろん6時40分からの生放送、さらにはグイーンと羽ばたけヒーローズ、こちらは火曜日の夜9時からの録音放送、そしてナベッチカーツ3、来週ももちろんあります。去年の今頃ユーステーションに行ってデジカメを落として、そうだったんだ、大変でしたね、こんなになったらダメだよということでありますね。アーケードの通りをダダ漏れするところだね。アーケードの通り、アーケードの通りんではないと思いますね。というわけで来週のカーツ3、ロボさんこんばんは、もう終わり、そうです、もう終わりがけ、あと10分で終わるところでありますけどもね。では来週の予告です。来週ナベッチカーツ3はここを走りたいと思います。なかなかマイナーな道ではあるんですが、10月28日月曜日です。熊本県八代市、
というわけで来週のカーツ3はこちらでございます。八代から熊本第3のルート天の尺23、こちらをお送りしてまいります。橋好きには萌えなルートてなところかもしれませんね。10月28日頑張ったから体調崩したのかもね。おかんがするって言ってたから加湿器つけて暖かし、ありがとうございます。知らない会の方、まあそういうことです。あのウキウキしないウキウキロードとか、そうです、ウキウキロードもあります。ウキウキロードも通っていきます。ぜひご覧いただきたい。そして海に突入はさすがにできないですね、橋マニア必見会だ、まあそういうことですね。この番組はあの今日もそうだったんですけど、結構トンネルをくぐっていくことは多いんですけど、こんなにたくさん橋を渡る、しかも長い橋をいっぱい渡るっていうのはあんまりないかなっていう感じがしますね。橋梁マニアにはもってこいってことは、車は、フェリーはありません、フェリーはありません、ほうということでございますね。来週のカーツ3は128回目ということになりますね。八代から熊本第3のルート天の尺23、こちらをテーマにお送りしようというふうに思う次第でございます。ナベチの車は水陸両用ではございません。はい、というわけでね、来週は今週以上にひょっとしたら空の綺麗さ、空の美しさ、秋空のもう何て言いますかね、良さっていうのを感じていただけるんじゃないかな、なんていう、そんな回になっております。ぜひ来週もカーツ3、火曜日の23時はナベチカーツ3をご覧いただければというふうに思っております。ついに海中を走る、だから海中は走らんちゅう、水陸両用じゃないちゅうというような感じなんですけどもね。というわけで、69人の皆さんがご覧いただいております。今日は一番行った時に110数人まで行きましたね。111までは確認しました。果たして来週は何人見てくださるのか、そんなところもちょっと楽しみではありますけれどもね。まあとにかく、来週はですね、この八代から熊本まで、まあ3号線だとか、あるいは九州道だとか、あるいは県道14号線だとか、そういったところを通りがちなところであるんですけれども、もう一つ外側のルート、これを走ろうじゃないかっていう、そういう回であります。秋空の開放感はたまらんですな、楽しみにしておりますということでいただいておりますね。ありがたや、ありがたやということでございます。というわけで来週もぜひご覧いただければというふうに思います。というわけでエンディングのお時間がやってまいりましたね。おかん、今は夜間だけどね、なんていうこともあります。関東も今週から、あ、いいですね。ボンドカーナベッチ、さすがにそうではないんですね。携わったことがあるだけに橋は好き。構造とか見てたら面白い。いろんな構造ありますよ。ラーメン橋とかね、いろいろありますよね。の方、そうじゃないんですね。ラーメン構造っていうのがあるわけなんですけども、ね、陸専用とお答えいただきたかった。陸専用とお答えいただきたかった。来週はブリッジロードのような天の尺23なのか。そういえば来週は自分の年がまた一つ増えるのだ。関西 T スペースさん、お誕生日来週おめでとうございます。素晴らしいですね。ぜひね、嬉しいこと、喜ぶべきこと、祝うべきことがありましたらですね、どんどん申し付けてくださいね。どん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 おめでとうございますを出しますからね、よろしくお願いしたいと思います。陸専用かどうか、そんなことはない。なるる方でもさらに北を目指すのでは、まあそうですね、北も目指したいところでありますね。なべちさんお疲れ様でした。また来週ありがとうございました。ご覧いただきましてね。あ、また一人増えました。70人です。合計視聴数も1326。嬉しいですね。いつかね、この番組の同時視聴人数のトップ記録である220人を何度か超えたいなって思うんですけど、なかなかそれは超えられない、熱い壁があるわけですよね。久々に最後まで生で拝見させて、ああよかったよかった、ってことは今日は西ラジはないのかな、なんていうところをちょっと勘ぐってしまうわけなんですけどもね。まあいいや、それはいいとして、期待して来週へと、ありがとうございます。皆さんもね、220を超える、うん、私も頑張る、ありがとうございます。誕生日は次の日曜日、11月の10日ということですね。大安でありますよ。ね、常磐くんも大安ですけれども、村正さんも大安でございます。おめでとうございます。今日は最後までキーボードを調子よく、あらららららら。なんとかね、治ればいいんですけれども。皆様、良き夢を。本当そうですね、いい夢を。いい夢見ろよ。失礼しました。
今から北ですと12月末までには熊本は不可能になりそうです。そうですね、頑張ってまた来週も最後まで視聴するぞ。お、ありがたいですね。でも無理しないでくださいね。これからどん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 寒くなっていきますから、特に僕もね、人のこと言えませんので、どうぞ。昨日僕はおかんがしましたけれども、ね、皆さんもいつおかんが来るか分かりませんからね、本当に気をつけていただきたい。予想外さんもね、もう眠いというか、ありがとうございます。すいません、もうこんな時間までね、見ていただいてありがとうございました。本当におやすみなさいますということで、まあ火曜日の夜、私はですね、ずーっと盆も正月も休むことなく1週間に1回火曜日の夜に、このカー23をやっておりますけれども、まあ慣れって怖いもんで、やっぱり火曜日ね、これがないとね、やっぱこう始まんないんですよね、始まんないし終わんないっていうところはあります。お疲れ様でした。なべっちも体調を気をつけてありがとうございます。なべっちさん11日の誕生日の前祝いありがとうございます。そして今宵の配信もお疲れ様ありがとうございます。ふうきとみさんもそろそろおやすみさん、ありがとうございました。おやすみなさいまし。お疲れ様でした。皆さんの体調を崩さん、そうですね、本当に暖かくして、お休みになってくださいね。今月の少ない平日休みをドライブするか、ビートチャイルド見に行くか。ビートチャイルドいいですよ。まあ、僕はまだ見てませんけどもね、ぜひ見ていただきたいところでありますね。はい、というわけで空に向かってこういうことをやりながらね、とっても綺麗な空も輝いておりますので、ぜひそういったところもね、楽しんでいただければというふうに思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来週の火曜日23時にお目にかかります。おやすみなさい。